どうも、岡田千恵里担当プロデューヌのテクタンと申します。はい、本日は9月の14日ということで、こちらのアニバーサリーサマーガシャ最終日となっております。はい、本日はかなでさんの特訓後のイラストについて紹介していきたいと思います。はい、いつもはね、なんか綺麗な感じのね、表情というかそんな感じなんですけれども、このかなでさん、かっこいい表情をねしております。そしてこれどこになるんかな、なんか宮殿っぽい感じがするんやけど、まあ、スクリーンもあるしステージかなって思ったんやけど、でも噴水とか上がってるしってことで、テーマパークのなんかお城の一角みたいな、そういう感じなんかな。それをステージ代わりにしているような感じになってて、うん、で花火も上がってる、そんな感じのイラストとなっております。はい、で2日分ね、ちょっとガシャ結果動画上げなくて、まあ、飛んだんですけれども、まあ、土日の分ですね。うん、まあ、簡単に言うと動画も撮ったんですけれども声だけ撮れなかったんで動画だけ撮ってたんですけれども、簡単に説明すると2日ともノーロードでした。 SS レアはありませんでしたということで、まあ口頭でね結果報告をさせていただきました。で、前回ね、アメちゃん用意した時はね、かなでさんが来てくれました。うん、まあアメちゃんでアンズはちょっと呼べなかったんで、ちょっとねこの3人にまつわるようなものをねちょっと用意して、まあアメちゃんも置いて、そしてねイケアのサメも持ってきて、今私抱えてます、ずっと抱えてます、まあ、非公式ないけどね、かなでさんとサメの関係性って、でも抱えてます、ギアのサメを抱えて、でコスメをね周りにちょっといくつか並べて、いやもうお迎え体制バッチリということで、ラストの納税と無料10連引いていきたいと思います。私はめちゃんこアンズが欲しいです。じゃあ納税からいきましょう。うーん、ロードない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 、やだやだはい、じゃあね、ここでもしアンズが出れば無料10連どうしようか悩んでたところですが、まあ引こうかなと思います。今でちょうど100連です。確率は下回っています。はい、じゃあ行きましょう。10連お願いいたします。お願い。嘘ーノーロード、まさかのノーロードの最低保証、こんなにもこんなにも呼び寄せたのに、はぁ、ピックアップも仕事していない。はい、ということで、まあこういった結果になったんですけれども、結構ね、このアンズを私諦めていません。やっぱね、私のユニットの中で、まあ、秒数も結構ドンピシャなオルタネイトっていうのもあるし、結構このアンズのね特訓後の、まあ、3D モデルもすごい好きなんで、結構天井覚悟で挑もうかなと思っているので、また別動画になりますが応援よろしくお願いいたします。はい、ということで今回はこの辺りで終了いたします。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でしたー。